はい、どうも皆さん、妻です。それでは、やっていきましょう、今回もね。まあ、特にね、内戦を前回済ましちゃってるからね。もういきなり進めちゃっていいのかしら。回収で、せっかくだからクルリ城を回収してみようか。これ、この用地が広がるのかな？これ、この三層天守とかにして。これ用地が広がるっていうわけじゃなくて、あれなのかな。いまいちよくわからんですね、これ実は。これだけ使ってしまうよってことか。ほー、なるほど。まあいいや、とりあえずやってみましょう、こういう感じで。で、こっから出撃で、滝川一馬が出撃できますね。ちょっとこっちが兵隊であるから、桐山御所に向けて出撃しましょう。ここも出せるじゃない。あ、吉達がいるんじゃん、ここ。なるほど。いいですね。まあ、これも桐山御所に行きましょう。こんなもんかしら。それではまあ続けましょう。いよいよ観音寺城で始まりましたからね。ここもまあ松永久秀で、さあ音羽城が攻め込んで、桐山御所にも、お、天気のおしぎが落としましたね。お、雪高も落とした。お、正木さんが兵糧が心もとないとな。大政治上を坂田金時って、これ今あれ金太郎だよね。あのまさかれ担いで金太郎だよね、坂田金時って。黒田ひん、誰だ貴様は。まあ朝倉山城を、山城を攻めましょう。でこっちは、この武田城を攻撃します。ああ、総敵がやはりダメだったか。芝吉兼もね、あの信長絡みで知ってるけど、いやー、総敵が死んでしまったか。城を始めましょう。報告いたします、報告いたします。松永の久となってんですか、あれ。松永久秀の息子が不満を抱いてるってこと言ってましたね。本当に人騒がせな一族ですね。観音寺城、音羽城を攻めてますね。で、桐山御所も、まあ、時間の、ね、日頃を切れる前に、なんとかなりそうですね。なんでこんなとこ急に攻め始めたの？伊賀上野城なんて。まあ、なかなかいい判断なのかな。ちょっと、里見義隆さんの軍団が、こういうふうに、やっちゃってるってのはやまなくないですね。この辺で一つ、軍団作りたいです。まあ、二条城を取ったら、そこに本拠を移すつもりなんで、まあ、それまでこういう感じでいきましょうか。とりあえず拡張ですね。拡張。弊社。こんな感じでいいですよ。で、いいですね。モツ桜城も、だいぶ広がってきましたね。頑固いってすごいんだ、あそこに。内政ですね。建設できないのか。できるじゃん。ここに、これ、六歳地っていうのかな？こっちにしようかな。ここにしよう。こう基地にしよう。で、まあ、ここを編成しなくちゃいけないですね。編入します。で、以上かな。あ、浪人がいるんだ。あ、松田、松田のりってこれあれよね、あの、北条を、売ったやつだっけ？最後に裏切ったやつだっけ？まあ、こんなもんですか。出せる城はあるかな？弓城が出せる。雪正勝。桐山越しに向けていきましょう。いいですね。あ、今川義元。まあ、桐山越しでいいですか。
こんなもんですかね。ここから出せるかな。もうそろそろでもこの辺も出せそうですね。石岡城からオブトラマスが。切り山城ゲットしましょう。こんなもんですね。それでは続けましょう。長尾も風前を通し火といったところですね。いろいろ出てきましたけど。あ、斎藤友のが。でも、でもこのありさまですからね。どうしようかな。伊賀上野城に向けてちょっかいをかけるべきかな。桐山御所を落とした後に、どうするかさ。桐山御所から、伊賀上野城経由になっちゃう。ここに抜け道がきっとあるんでしょうけどね。どうしようかな。桐山御所からどっか行くっつちょっと遠いんで兵糧が不安になってくるんですよね。なのでまあ伊賀上野城を落としましょうか。出陣するぞ。出るぞ。遊びは終わりだ。いいですね。観音寺城も落ちますね。ちょっとこの辺も清水山城とか取っておきたいな。無駄にするでないぞ。液晶を捉えたり。さて二条御所で筒ひげが取ってんの？はい、なんか隙間をうまいこと縫ったみたいな感じで。あ、柳生崎秀才だ。あ、違う、柳生崎秀才の息子か、家吉は。へえ、そっかそっか、そうだね。筒井は柳生がいるもんね。どうしようかな、もう清水山城が鬱陶しいな。ここはちょっと、あれですかね、指示で攻撃させましょう。里見義高さんの舞台に。これで落ちるでしょ、いくらなんでもね。こういう勢いですよ、めちゃ。ここも、かしこまりました。こういう感じで出そう。二部隊で何度もなるでしょ、きっと。桐山御所攻撃軍は、どうしようかな。ちょっとこの統一城っていうんですか、ここ狙ってみましょうか。あんまり良くないですよね。ちょっと距離があるから。お任せください。まあでも、攻撃してみましょうか。かしこまりました。で、観音寺城攻撃した部隊でもって、二条御所に向けていよいよなだれ込みましょう。お任せください。で、まああと、牧島城。この辺もちょっと同時に落としたいよね、どうすなら。これ多分全部移動できてないけど、まあいいか。まあこのままですね。行きましょう。ここは朝倉山城を攻めてますね、うまいこと。出るぞ。必ずや勝つ。さすが出陣する信玄。おっと、安藤地下水が。地下水じゃないのか、なんかバタバタと死んでいきました今ね。まあ、ありがとうございます。北条打ちてる。宇治テルも結構あれですよね、宇治政が評価覆ってきたのか、なんか最近少しずつなんか能力上がってきてる気がするんですけど。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。さて、なんなりとお申し付け。まあ言うてあんまやることないですけどね。もの例によって例によるってみたいな感じでやっていく感じですね。まあ拡張しましょうよと。あれはどうだったんだ、この黒理城は。これ別に領地が広がるみたいなのないのかな。もう一回回収してみようか、せっかくだから。四層天守は石垣が必要ですよと。なるほど、石垣にしましょう。なんか広がりそうな感じなんですけどね。ちょっと試してみようかな、せっかくだから。金も余ってるし。元千葉の本拠地森山城をちょっとやってみますか。天守閣を二層天守にしましょうか。まあこんなもんですか。
で今落とした城、そうか、入れないとダメですね、編成しないと。まずは北陸と。あれ、ここ。ですね。で、桐山御所もですね。あ、届いてないな、桐山御所。あ、届いてるか、よかったよかった。あ、そうか、あと。観音寺城もですね。すごいっすね、ここ。ちょっとここで謀反起こされたら困るぞみたいな感じで、領地が広がってきてますね。で、いいですね。で、内政をして、米がまた8とかいってるな。米買っちゃおうか。やっぱこんな戦の仕方してると米が足りなくなるんですかね。まあこういう感じでいきましょうか。まあお願いします。この人ら補給できてないってこと。まあいいですね、角田城が落ちましたよと。捕獲しました。そしたらもうこのままの勢いで松並城を攻め込みます。なんかあんまり攻めにくい、攻めやすくない地形ですねこれね。出陣すると伊賀のすごい来た。そらへは米もなくなりますわみたいな。あ、石州祭がいた今二条御所に筒井を落としたら結構有力な武将バンバン来るんじゃないの。二条御所のことも時間の問題ですね。そして清水山城で大原大元節祭が。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。ただ出撃してる連中が死んでいきましたよね。バタバタバタっと。さて、まあ弊社でしょう。もう米がなくてヒーヒー言ってるのにでも弊社っていうね、この明らかに悪性。言うて輸送すればいいんでしょ？ねえ。こうやって。あれ？米あんた余ってるじゃない。もう頼みますよ。もうバンバン送ってもらう。米がここ8しかない。これちょっとやばくない？玉かす。まあ、いいか。これはもう自動で。これ自動にしときゃある程度勝手に判断してやってくれるんですよね。米8とか言ってましたけど。ねえ、8はまずくないわ。うちも似たようなもんだけどさ。まあ、こんなもんでいいかな。うちは4ですかね、まず。米、バンバン買っちゃえば。買うにしても、4000しか買えませんでしたね。在庫切れですね、きっとこれ。さあ、まあ、しょうがないですね。続けましょうか、開発して。やっぱでも、こんな、弊社でやってるからっていうのはあるんですかね。やっぱ米もうまいことやんとダメかな。まあ、続けましょう。言うてこの攻め方ですからね。そう、まあ、何やっても米なくなろうみたいな攻撃してますよね。落ちましたね。ちょっとこれじゃ一回兵を返しましょう。落ちましたね。あ、どうしようか。追従権はまあ解放しましょうか。7歳だ、まだ。7歳の顔してないこの人。全然、まあ、解放しましょう。追従権は、あれですよね、すごい若い時に、2歳とか3歳の時に、家督ついたんですよね。一大臣ございます。なんですか。お、出た。関白。で、ついに、関白千葉種富が誕生してしまいました。暗い人心を極めたと、いうことですかね。いよいよ。まあ、津波城の時間のものですよと、まあ、こいつら遊んでるのは返しましょう。城に戻るぞ。
あ、二条御所が落ちましたね。これで、いよいよ征夷大将軍になり、これでもうこれで言ってしまえばクリアなんですよね。ただ僕は米がない。じゃこのまま次の様で待った方がいいな。きっと米がなさすぎる。北条氏康が20ってお前。あ、これ北条氏康ここにいたら帰るぞ。かしこまりました。さて、報告いたしますぞ。これでもうクリアできるんです、言ってしまえば。こう総武事業でね、これしてしまうともう戦国では終焉を迎えますと。終わりなんですけれども、まあね、このままやっていくという基本方針になります。どうしようかな。なんか米をなんとかする。これ常備兵を増加するのいいな。金銭収入なんかもう勝負どうでもいいしね。まあいいか、これでいいですね。何伝えておきましょう。まあ、取引で。何なりとお申し付けよ。回収やり。そんなことしてるような場合じゃないような気がするけど。米を買いましょう。買えるもん買いましょう。買えるもん買いましょう。で開発しましょうよと。あ、金が全然なくなった。あと先考えないから縁組もしたいけどな。宇治康と結婚できるんじゃない。これどうしよう、北条家になっちゃう。どうしようかな。宇治康は結婚しましょう、せっかくだからね。これで北条家が、北条宇治康、北条の一党が千葉の一族になりましたね。さてで、いよいよ二条御所を落としたんで、まあ、二条御所を我が本家にするんですけれども、まだちょっとこの周辺がきな臭いんで、もうちょっとだけね、移動を待ちましょう。春宗さんのところに、武田城を組み込みますと。まあ、で里見義高さんは申し訳ないけど領地外でこの関東を治めていただくということになるんですかね。その武将の移動があれね、ちょっとめんどくさいね。この大型の移動するとなると。まあ、やりますか。あ、兵糧回復しない。参ったな、これ。長尾が滅びましたね。で滅んだので、これまずいよね。あの米が足りないもんね。全然。信長だ。これ一回全部兵を返そうか。うちのなんかちょっともったいないような気もするけど、兵糧がゼロじゃそもそも戦にならない。歯ぎしりしながら。あ、でもこれはなんかコンビニあと101ちゃんありましたね。お願いします。もう金はいいから米をくれ。まだ夏ですからね。お命令を下され報告いたしますぞ。まずいな。かしこまりました。とてもまずいな。非常します。とりあえず兵をバンバン返すことにしましょう。情けないことですけど。で出撃できそうなのです。攻められそうなのは攻めるみたいな感じでしまうか。結構清水山城も手かかりましたね。長尾も滅んだので、誰かが人が足りねえなみたいなの言ってましたよね。さて、で、まあ、編成しましょうか。こういう感じね。で、この辺が落ちたら大阪城まで
石山ごぼうかまで落ちたら、まあ、二条五章を、お家康じゃないあなた、なんでこんなところにいるのあなた、はえー、松島城行きましょうか。お任せください、御用を受けたまわります。ろくなもんじゃない、ろくなもんじゃないけど、まあまあまあ、とにかく米をバン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 買っとかないとダメね。かといっておく、あの全然ここのでもこっちの部隊もあれよね、あの領地替えになるとなるとちょっとあのこの異常な内政が後を多引きそうな感じしますよね。なんでちょっとまああれしますか、もう兵糧にしますか、この辺ね、農業に今更ながら、ここも農業にしましょうか。なんかちゃんちゃんな感じで話しましたね、総武重要で政策を取り行います。まあこんなもんですかね、今回は、まあ、ちょっと米がね、あの大変なことになってるんですけど、セルフ飢餓みたいになってますけどまあそれをうまいこと耐えてなんとか領違いをすることにしましょう、ということで今回はこれまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回。